ブエルター・エスパーニャ2010は、ブエルター・エスパーニャの65回目の大会。2010年8月28日から9月19日まで行われた。2010年6月14日、出場予定の22チームが決まった。UCI プロチームの中では、チームレディオシャックが招待されなかった。ラジオシャックミスアウト、オン・ブエルタ。 a s p a r n i n v i t e c y c l i n g n e w s c o m 6月14日付記事アーカイブされたコピー2010年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月27日閲覧 ABCDF e 大会に帯同していたマッサーの休止に伴いチームが大会撤退を決定したため危険 8月16日のレース外ドーピング検査で、エポ陽性反応が検出されたため、AB チーム内規定に違反したため、チームから危険を命じられた。ポイント賞主位のマーク・カベンディッシュが、マイオ・ロホ着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。複合賞主位のマーク・カベンディッシュが、マイオ・ロホ、同2位のペーター・ベリトスが、マイオ・プントスを着用のため、 クリ下げのクリ下げで翌日ジャージを着用した。ポイント賞主位のフィリップ・ジルベールが、マイロホ着用のため、クリ下げで翌日ジャージを着用した。複合賞主位のセラフィン・マルティネスが、マイモンターニャ着用のため、クリ下げで翌日ジャージを着用した。ポイント賞主位のフィリップ・ジルベールが、マイロホ着用のため、クリ下げで翌日ジャージを着用した。 AB ポイント招集のフィリップ・ジルベールが、マイオ・ロホ着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。複合招集のダビ・モンクティエが、マイオ・モンターニア着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。ポイント招集のイゴル・アントンが、マイオ・ロホ着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。ABC 複合招集のイゴル・アントンが、マイオ・ロホ着用のため、 繰り下げで翌日ジャージを着用した。複合症主位のホアキン・ロドリゲスが、前よロホ着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。複合症主位のヴィンチェンツ・ニバリが、前よロホ着用のため、繰り下げで翌日ジャージを着用した。ありがとうございます。